爆弾が落ちる前に離陸できた飛行機もあったはずだ。どこへ行ったと思う？パイパー、知っての通り、インスティチュートには多くの敵がいる。ミニッツメンはかつて揉めたし、レールロードは今もそう。新しい一団に関するメモもある。 BOS って言うんだけど。レールロードについて何か言ったか？おそらく人造人間がインスティチュートから逃亡するのを手助けしている。だけど秘密主義、超変質的。知ってるのは噂だけ。合言葉よ。自由への道をたどれ。あの BOS の飛行船を見逃すことはない。 BOS は細かいことにこだわらない。聞いたところでは欲しいものは何でも手に入れるみたい。特にそれがハイテクなら、その力をインスティチュートに貸して金を稼いでいるかもしれない。だけど彼らはむしろ自分たちの計画があるんだと思う。ミニッツメンについて教えてくれ。コンコードで助けたグループを覚えている？知る限り彼らが連邦に残された最後のミニッツメンね。以前は義勇軍で、友と家族と近隣を守るために身を捧げていた。優しそうに聞こえるけど、一時は本物の軍隊だった。出発だ。わかった。いや、パイパー、一緒に行く？そうだな、行こう。ええ、もちろん。おい、くそ。ご自由に。
こうやって招かれざる客を入れないようにしてるんだ。そこで止まれ。グッドネイバーに入るのは初めてだな。保険がなければ歩き回ったりできないぞ。保険？そうだ、保険だ。個人保証みたいなものだな。ポケットの中身を全部出しな。そうしなきゃ事故が起こるぞ。大きな血みどろの事故がな。ああまあ、タイムアウトだ。初めてこの門を通ったやつは客だ。ゆすりはやめるんだな。何を気にしてる。こいつは仲間じゃないだろう。市長に対する愛はないのか、フィン。市長が通せと言っているんだ。甘いぞ、ハンコック。よそ者を通し続けていたらいつか新しい市長が立つことになるぞ。おい、話しているのはこっちのことか。では言わせてもらおうか。どこかに行ってそう言ってみたらどうだ。悲しませやがって。大丈夫か、兄ちゃん。顔が何かあった。気に入ったが、セクシーでゾンビの王者みたいな見かけになってると思うぞ。女性受けはいいんだ。俺はグールってやつだ。わかるか。こういう放射能の化け物はこの辺にうようよいる。だから次はそういう質問はオブラートにくるむべきだな。グッドネイバーは人民による、人民のための場所だ。わかるか。誰でも歓迎される。グッドネイバー、この場所はそう呼ばれているのか。そうだ。よそでは居場所のない化け物や変人のためにこの場所を作り上げたのさ。そのうちわかるさ。ここでたくさんの友人ができればすぐにこの場所をふるさとと呼ぶようになる。誰が責任を負っているか覚えている限りな。BOS はグッドネイバーに近寄らない。BOS が誰である。ミスター・バレンタイン、あたしのことなんか忘れたと思ってたよ。たとえメモリー殿から出て行ったとしても君を忘れることはないよ、イルマ。まあ、あまりはしたよ。ドクター・アマリ。ええ、儀礼的な訪問じゃないんでしょ。脳から記憶を抽出できると聞いたんだが。普通は依頼人には自分の記憶を体験することしか許可していないんだけど、どういう要件？深く掘り起こしたいんだ、アマリ。だが簡単じゃない。悪党ケロックはすでに床で冷たくなっている。二人とも頭がおかしいの？死体の冒涜を依頼していることを別にしても、記憶シミュレーターを機能させるには無傷の生きている脳が必要だってことは分かってるわよね。頼む。これをうまくやれるのはドクターだけだと聞いてるんだ。この死んだ脳にはインスティチュートの知識が詰まってるんだ、アマリ。連邦最大の科学の秘密がそっちにも必要だろうし、こっちも必要としている。わかった、見てみましょう。でも保証はできない。もう持ってきているの？正確には脳の量はどれくらい必要だ。気弱になる質問ね。思うに何であろうと見つけられたものでやってみるしかないんじゃないかしら。見つけられたのはこれだ。これは何？脳じゃない。これは、待って、それは海馬ね。そしてそれにくっついているこれは神経インターフェース。この回路は恐ろしく見覚えがある。驚かないわ。今まで見たインスティチュートのテクノロジーはどれも似たような構造だから。やってくれ、ドクター。ミスター・バレンタインは古い世代の人造人間よ。
だけどインスティチュートのテクノロジーはそこから変わらない。彼に脳を移植できるはず。でもものすごいリスクよ。彼の脳に別なものを接続する話なんだから。心配しないでくれアマリー。どうせ保証期間はずっと前に過ぎているんだから。感謝するよニック。息子が見つかったら感謝してくれよな。いいぞ、さあやろう。準備ができたらミスターバレンタイン、腰をかけて。年寄りでごま塩頭の傭兵みたいにまくし立てたら俺を止めてくれ、いいか。さてと、ミスターバレンタイン、ずっと話していてほしいの。認識機能のわずかな変化が危険になりうるから。どう、何か違う感覚がある？チカチカする、動かなくなった。どういうことかさっぱりわからない。ドクター、これを恐れていたの。記憶の痕跡が高度化されている。インスティチュートの最後の安全装置のようね。移植された記憶にロックがかかってる。どうやって記憶にロックをかける？移植は海馬の記憶活動の全てを記号化している。コンピューターのコード転換みたいな感じかな。そしてこちらにはパスワードがない。待って、一つの心では破れない。でももしも二つ使ったら、あなたもミスターバレンタインもメモリーラウンジに読み込ませる。あなたの認識機能を並行して走らせるわけ。彼はホストとして機能し、その間にあなたの意識が何であれ見つかった記憶を通り抜ける。要は何を見ることになるんだ？全くわからない。でも内側側頭葉の一部だけで脳全体がないことを考えると凝集力がないかも。よし、始めよう。そこに座って、そして指をクロスさせて祈ってね。向こう側で会おう。読み書きは心の糧だ。移植脳とホスト間における脳配送を開始。移植脳から記憶活動の信号が出てる。弱いけれどそこにある。見つけられた中で一番強い記憶をあなたに読み込ませる。それは安定しないかも。待ってて。